どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが7月19日の金曜日なんですけれども、今回の動画はタイガースの最新情報まとめです。広く細かい複数選手の最新状況をお届けしていきます。各選手の細かな動きを知ることで、また違った見方もできると思いますし、前後関係、時系列の破綻なく一本見ていただき、有益な時間にしていただけるようまとめていこうと思いますんで、よかったらシーズン中の情報収集にご活用ください。では早速お話をしていきますが、タイガースの最新情報まとめ、本日19日から前半戦ラストのカードとなるカープ3連戦が始まります。で、ここまでのタイガースは87試合を消化して42勝40敗5分け、勝率5割1分2厘で首位のジャイアンツとは 2.5 ゲーム差の4位。本当に今年のセリーグは最後までわかりません。で、現状タイガースは貯金2つ持っていますから、カープ3連戦1つでも取ることができれば前半戦首位ターンとなります。で、そのカープ3連戦のローテが判明しました。まず19日は村上投手からいきます。で、村上投手はまたも床田投手と投げ合うんですが、これが早くも今シーズン5度目のマッチアップ。過去4試合は2勝2敗、互角の数字が残っていますが、村上投手は今日の登板に向けて、前半戦をいい形で終わりたい、相手が床田さんなんでしんどい試合になると思うけど粘り強くやりたいと、このようにコメント。ここまで村上投手が14先発で3勝6敗、まあ、防御率が 2.19 で3つね、借金あるということを考えると、これはチームとしても痛いですから、なんとか村上投手にとっての前半戦ラストゲーム勝ち星をつけていきたい。で、その翌日20日ですね、まあ、ここのローテに関しては様々な情報出ていましたが、及川投手の先発で確定しました。で、岡田監督はその及川投手の先発について、岡留はちょっとな、サイドはしんどいんちゃうかって、カープはやっぱり左が多いからな、普通通りでよかったら次のカードもあるからなと、このように言及。この20日のゲームに関しては、もともと岡留投手の先発情報もあったんですが、まあ、カープが左バッター多いという背景もあり、及川投手に切り替えた。で、日曜日21日のゲームはおそらく西勇輝投手になるでしょう。西投手は今シーズンカープ戦2試合登板していますが、14イニングを投げてまだ失点は0、防御率は 0.00 です。で、岡田監督は前半戦ラストカードに向けて、広島も雨でよう試合が潰れるもんな、ピッチャーもええの来るけど誰が来ても一緒よ、はっきり言うてみんな当たってるピッチャーやからなと、このようにコメントを出しています。さあ、ということでいよいよ前半戦ラストカードを迎えますが、やはりここまでの戦い見ていて、投手力よりも気になるのは得点力、ここでしょう。チーム打率2割2分4厘はセリーグワーストで、得点数250はセリーグ4位ということで、昨シーズンはフォアボールを多く絡めながら得点数をぐっと伸ばしたタイガースですが、実は今シーズンもここまで選んでるフォアボールの数セリーグトップなんです。274個。ではなぜ今シーズンはここまで思った以上に得点数を伸ばせていないのか、まあ、打率2割2分4厘、まあ、それぞれの選手の確率面がね、落ちてしまってるというのもそうですが、もともとタイガースという球団はしっかり機動力を使えていたチームです。ただ今シーズンはここまでセリーグ5位の27盗塁で、成功率に関しては 52.9% ということで、これセリーグワーストなんです。で、それぞれの選手の盗塁数見ていても、一つ盗塁決めてる選手が5選手で、複数盗塁決めてるのは4選手、上田選手が2つ、島田選手が4つ、中野選手が5つで、近本選手がセリーグトップの11個。まあ、こういったラインナップを見ていただいて分かる通り、走れる選手はたくさんいます。まあ、タイガースは今シーズン迎える前、2023年までですね、5年連続でチーム盗塁数はセリーグ1位でした。で、昨シーズンは複数個盗塁決めた選手が9人いて、まあ、やはり中野選手の20個で、近本選手がセリーグトップの28個。この2人の機動力に加え、佐藤選手も7つ走っていました。まあ、ですが今シーズン、まあ、ここまで佐藤選手の盗塁数は0ですからね、やはりチーム全体で見ていった時、なかなか盗塁数が伸びていないというのが現状です。まあ、ただその中で今シーズン単独スチールというよりも、お、この選手とこの選手の組み合わせで仕掛けてくるのかと、まあ、エンドランを発動することもあるんですが、まあ、なかなかそのエンドランも決まらず、まあ、いわゆる三振ゲッツーという場面も多い。で、その中で特に直近の戦いを見ていると、まあ、本当相手ベンチにサインがバレてしまってるんじゃないかと感じるぐらい、エンドランを仕掛けた時に外されることも多い。で、特に先日のジャイアン戦ですね、1点を争う攻防続く中、6回です。ワンアウト1塁、カウント2ストライク2ボールから1塁ランナー大山選手で、バッター坂本選手のところでエンドランを仕掛けました。ですがこの動きを読んでいたように、ジャイアンツのキャッチャー岸田選手が外角へ外し、坂本選手は中途半端なスイングになってしまって空振り三振で、もうキャッチャー外してますからね、まあ、投げやすいボールが来ている中で一塁ランナー大山選手は二塁で悠々アウトで、実はこの場面タイガースのエンドランを読んでいたのはジャイアンツの阿部監督だったんです。キャッチャー岸田選手に外すように指示したことを自ら切り出しました。
度胸据えてエンドラン外せたんで、長年キャッチャーやっていてよかったなと思いました。指示はベンチから、 3-2 はもう承知で、岡田さんがね、走れ走れ言ってるのに走らないって言ってたから、動いてくるならここかなって自分の勝手な感。岸田もナイスボール投げたしね、あそこが勝負の分かれ道というか境目だったんじゃないかと思いますと、このようにコメントを出したんです。まあですので、サインがバレてしまってるというよりも、まあ結構岡田監督はメディアを通し、まあ選手が全然走らへんねやと厳しく言及することも多いんで、まあとなれば選手は多少無理にでも動くんじゃないか、まあ相手ベンチがそのように捉え、実際それがハマるような形になって、まあタイガース側からすればサインを読み取られてしまったような結果になってると。で、岡田監督は連日嘆くサインの伝達問題について問われると、スコアブックには乗らんようなことやけど、いっぱいあるわ。一試合に三つも四つもあったら、そら勝てんわな。流れというか、ちぐはぐになるから、そうなると、やっぱり後手後手になってしまうんよ。相手にも何か考える余裕が出てくる。パッといかなあかんねん。流れ的にな。やっぱり競ったゲームになったら、それで負けるっていうことや。野球が下手な方が負ける。そういうことやんか。パパッと、バントにしろ、エンドランにしろ。一回でサイン分かりゃええことやん。それができへんねんから。去年はもっと勝ってるから余裕があったやんか。誰でも、そういうことや。こういう時にちゃんとできるかどうかやから、競った時に。だからモロが出るんよ。そういうことやろと、このように言及。岡田監督は絶対セーフになれ言うてるんじゃないと。サインを出してるんやから走ればいい。まあ、こういったコメントをよく出しますけれども。まあ、やっぱりそれでも走る選手からすれば、絶対セーフになりたい。まあ、そういった思いがある中で、ちょっとサインの伝達がうまくいってなかったりで、岡田監督はそのあたりも嘆いている。まあ、前半戦ラスト3試合というところまで来ましたが、まあ、この辺のベンチワークですよね。潤滑に進めていけるのかというのは注目したい部分です。ということで最後になります。まあ、ここまでご紹介してきた通り、タイガースのチーム打率は2割2分台、セリーグワースト。そしてもともと大きな強みだった機動力も、今シーズンなかなか活かせていません。で、やっぱりタイガースといえば、盗塁王近年ずっと輩出してるチームでもあります。近本選手と中野選手。で、特に近本選手に関しては、2021年以外、まあ、ずっと盗塁王取ってますから、やはりこの二人の機動力は欠かせません。まあ、近本選手はここまで11盗塁決めて、セリーグトップではあるんですけれども、近本選手本来の能力を考えると、現時点でもっと数字が伸びていても不思議ではありませんし、で、あとはやっぱり中野選手ですよね。年々走れなくなってきてると、まあ、このあたりは本人も悩みの種として、まあ、臨時コーチの赤星さんに打ち明けたりとか、様々な葛藤があるわけなんですが、まあ、今シーズンも基本的に1番近本選手、2番中野選手という形が多い。で、その後ろを打つ3番バッター。ここ今シーズン、タイガース打線苦しんでるんですよ。まあ、というのも3番に入った選手の合算打率は1割9分3厘。で、OPS は558。なかなか長打も出ていないという状況だからこそ、1番2番の機動力、ここはより求められてくるんじゃないかなと。昨シーズン多く白星を重ね、自信をつけたという流れに関しては、間違いなく今シーズンも生きてくると思うんで、後半戦に向けてというところもそうですし、まあ、前半戦しっかり貯金を持って終わるためにも、このカープ3連戦、どのような戦いが待ってるのか、注目していきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画では、タイガースの最新情報をまとめ、ご紹介していきました。ここ最近の戦いを見ていて、まあ、サインがバレてしまってるんじゃないかとか、まあ、いろんな声が上がっているんですけれども、まあ、やはり今もしかしたらタイガースの選手に少なからず焦りがあるのかもしれない。で、それを相手チームに悟られてしまい、まあ、苦しい展開が続いている。まあ、そう捉えることもできるんじゃないかなと。まあ、とにかく後半戦いい形で入るためにも、まあ、前半戦ラストのカープ3連戦、どういう戦いが待ってるのか注目していきましょう。皆さんは本日ご紹介した最新情報、それぞれどのように考えますでしょうか？よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者5万7800人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者5万8000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日ドラフォー、ありがとうございました。タイガースの強みである機動力、ここはしっかり活かしていきたいところ、どのような動きが待ってるのか注目していきましょう。ではまた。